ソシエダ・デポルティーボ・キトは、エクアドルの首都キトに、本拠地を置く、サッカークラブである。同じく、キトを本拠地とするルジュ・キトはライバルであるが、最近は、成績面で大きく、差をつけられている。アレックス・アギナガが頭角を表したクラブでもある。ホームスタジアムは、エルナシオナルや、ウニベルシダ・カトリカも、本拠地とする、実質エクアドルの国立競技場ともいえるエスタディオ。 オリンピコアタワルパである。この点の自前のスタジアムを有するルジュキトと対照的である。コパリベルタドーレスには1965年、1969年、1986年、1989年、1998年の5度出場し、1989年のベスト16が最高成績である。デポルティー・ボキトのライバルは、 同じ木とを本拠地とするルジュ木と SD アウカス CDL ナショナルである。デポルティー・ボキとの相性はラ・ーカデミアである。これは1940から50年代にかけてデポルティー・ボキとはチームの成績が良く、そのエレガントなプレイは周囲の憧れを集めるチームであったため、そこからアカデミアという相性が付けられた。デポルティー・ボキとのチームカラーは青色と赤色である。 これは、キトの町の旗のデザインが由来となっている。青色は、キトの町とサポーターの中精神を象徴し、赤色はサッカーへの情熱、スポーツへの愛を象徴している。ありがとうございます。